やみな、こんばんは、むしろで。今日も、バンコットのスーパーヒーロー、竹節の登場だぜ。今日はね、このね、二着のイカさんがいる、ニテコ町、俺の住んでいるザンコシ町のお隣の町、ニテコ町にやってきたぜ。で、どこに来たのかというと、まずは、このね、お隣の建物を見てほしいんだぜ。このね、茶色にそびえ立つ、素晴らしいね、この風情のある建物。で、これはね、ニテコ駅から今徒歩2、3分のところにある、ニテコ中央倉庫群というところに俺たちは今いるんだぜ。うん、ここはね、いわゆるでんぷんってわかるかな、あのお菓子作りとか、まあ、料理で欠かせないでんぷん、これをもともと作っていた工場があった場所なんですね。そんなね、歴史的建造物のあるニセコ中央の倉庫群、倉庫の中を今回は紹介していこうと思うんです。それでは早速中身の方、建物の 中の方へとどんどん入っていこうと思うんです。じゃあレッツゴーだぜ。今日も楽しんでくれます。軍のね、入り口だね。なんて書いてるのかな、ご自由にお使いくださいと。で、ここは、まあ、今倉庫なんだけどもリニューアルして、リニューアル改装っていうのかな、もうね、いい感じになってて、中の方でカフェなんかもやってる、ね、イベントスペースにもなっているみたいだから、今日はみんなでね、そこをね、まあ一緒に見ていこう、紹介していこうと思うぜ。じゃあ早速室内と行こうと思うぜ。感じなのかな。そうです
ワークからピクニックまで、そうですね、みんなの憩いの場ということだな。はい、さらにはここ、ね、なんかイベントスペースっぽくもなっているね。そうですね、毎月1回、地域住民参加型ライブというのをやってますので、ちょっとその名残でギターも持ってますけれども、ご自由に弾いていただいて構わないです。なるほどだぜ、すごいね、みんなで、ね、こうやって楽しんでいけるっていうことだね。はい、すごいね。ちょっといろんなところ回りながら見させてもらおうと思うので、はい、じゃあこっちの方からちょっと見ていこうと思うので、はい、ここは何か展示をしているのかな。こちらは地域の作家の方から施設代わりに絵本をご提供していただいてまして、なるほど、来ていただいた子どもから大人から皆さんに本に触れてくださいということで置いてあります。なるほどだね。あ、おばあちゃんの帽子、おしゃれなクララとおばあちゃん、はい、あ、なるほどだぜ、はい、素敵だぜ。いつか鮭節の絵本も並ぶといいな。あ、いいですね。期待しててくれなんだぜ。はい、うん、さてさて、お隣にもいろいろと展示してある感じだね。はい、うん、あ、この辺も、あ、なんか本かな。バイリンスクリシー。おー、これたまに見かける。そうです、バイウェイ。シリベシエリアのいろんな方を特集した雑誌で、ローカル誌なんですけど、非常に面白い内容なので。なるほどだぜ。ここに来ていただければ、全体機関誌が揃ってますので、なるほど、はい、読んでいただければ。うん、なるほどだぜ。この辺りのね、観光にも詳しくなれちゃうね。そうですね。素晴らしいね。こちらは観光情報が載った雑誌なども置いてます。なるほど、主にこの北海道のシリベシエリアっていうのかな、はい、ここに詳しくというか、そうです、ここ中心に持ってる感じだね、はい、なるほどだぜ。お、じゃらんとかもあるね。はい、なるほどだぜ。あ、パンフレットとかもね、置いてた。ワイン、交流のある上手予告というところのワインとパンフレットを置いてます。なるほど、ちょっと交流があるので。お、はい、あ、そうだったんだ。ジョージア国というと、どのあたりなんだい？旧グルジアという国でして、うんうん、世界最古のワインを作っていると言われている国なんですよ。なるほどだぜ、ね。はい、俺もワインのようなね、深みのある男になりたいと。そうですね。この年数を重ねるごとに味わい深くなる。はい、そうですね。うまみはあるんですけどね。なるほど、ね。うまいこと言うな。なかなかちょっと、一本取られたね、これは。さすがだぜ。あ、で、この辺りがカフェの。そうですね。なるほどだね。あ、なんかおしゃれな感じで、まとまっているね。素敵だね。おすすめメニュー。はい。なるほど、トマトジュース。そうですね。トマトジュースもそうですけれども、寒くなってきたので、うん、紅茶とかココアとか、温かい飲み物もおすすめしてます。なるほど。さらにビールなんかもね。そうですね。札幌クラシック。うん。男は黙って、札幌ビールだな。そうですね。美味しいものが揃っているで、はい、みんなにもぜひおすすめだで、はい、あとは、あ、イベントの、ね、なんて言うんだろう、日程が書いてあるね。月間的にはこちらの黒板に毎月書いています。うんうん、はい、なるほどだ。 で近場ではどんなイベントが開催されるのかな。そうですね、今月はもう11月の月末なので、イベントは始まったんですけど、12月はですね、ライブ、なるほど、こんな感じで。そうですね、いろいろギターの弾き語りもあるし、楽しい大きなコンサートもありますし、クリスマスも近いので、そういうのも意識したイベントも入っています。なるほどだね、じゃあみんなで楽しめるイベントがいっぱいってことだね。はい。OK だね。ちょっと気になったのが、ここにはいろんなジュースなんかも。はい、見本としてお出しします。なるほど、クラシックとか、はい、瓶のコーラとか。はい。ニセコ、これなんだね。サイダー。あ、これがニセコサイダー。そうですね。なるほど、はい、夏の色という、このちょっと夏の空をイメージした色がついてるサイダー。なるほど、見た瞬間にピンときたで、これは夏だなって。はい、これのピンク色
がこう、そうですね、よく生えます。そうだろ。まさに俺のためにあると言っても過言ではない。そんな。あ、いいですね。こういうことだ。これを飲んでも子供から大人まで夏を味わおうっていうことだ。そうですね。まあ、冬に飲んでもいいね。冬も置いてますので。うん。はい、ぜひともみんなにも飲んでもらいたいね。はい。後でちょっと俺買ってくる。あ、ありがとうございます。よし、頼んで。と、ここで、何よりも俺が思い出深いのが、まあ、ニセコ倉庫村っていうあのイベントだね、はい、夏のお祭り。あと、俺があの温泉ソムリエ取らせてもらったのも、この場所だったよね。そうです。そうだったね。はい、うん。こんな感じで、向田さんは温泉に関する活動もしているっていうことだよね。ニセコ温泉部という大人の部活動をしてまして、うんうんうんあのニセコ町だけではなくて、もちろん蘭越町も含む、このエリアの温泉の PR の活動もしてます。なるほどだって、はい、あっちにあったね、そういえば。はい、ちょっと見に行こうぜ。温泉グッズも。はい。これだぜ、ニセコ温泉部タオル。これ確かなんかいろいろ書いてたっけ。ニセコ温泉用の温泉地が書かれてます。なるほどだぜ。このタオル、とてもインターナショナルな感じで、かっこいいで。はい。他にもいろんな温泉部の、はい、が置いてあるのかな。少し出してはいないんですけれども、T シャツがあったりとか、ステッカーがあったりとか。そうだね。あの、温泉ソムリエのイベントっていうのかな、懇親会とかでもね、はい、販売してたりするんだよね。はい。こういうことだね。で、俺も持っている温泉ソムリエ、ね、みんなもぜひとも、あの、受けてみてほしいで。はい。そうすると、ね、温泉の楽しさなんかも ね、より知ることができるで。はい、温泉の安全な入り方とか、泉質名とか、あの、温泉を新たに楽しむことが分かる資格となってますので。なるほどだべ。はい、ぜひ受講してみてください。うん、そういうことで、みんなよろしく頼むぜ。夏の味だね、はい、夏のね、甘くて爽やかなあの日のキスの味がする誰とあのメスサクラマスの味がするいるんですね、そういう方が、うん、美味しいぜ、ありがとうだぜ、これみんなにも超おすすめ、ぜひともね、ここに来てニセコサイダー手に入れてくれなんだぜ。この残りの分をいかに早く飲めるかちょっとチャレンジだね。行くで。やばい。むせるこれ。もうちょいだね。飲んだってことで、ちょっと空気を飲みすぎた。よし、みんな良い子を真似しないようにね、美味しくね、あの味わって飲んでね、みんなはね。今いいペースだったよね。マウスマンのコーラ早飲みに迫るスピードだったね。すごく美味しい水を入れ、みんなもね、ぜひともね、1人3本持っていこう。炭酸がすごく効いてて弾けるといただね。マジコピバラ、マジコピバラ、特別な気持ちだよ。